第 36SS 武装的弾兵士団は、武装新兵隊の計38個編成された士団の一つ。別に士団長スカール・ディルレバンガーにちなみ、ディルレバンガーなる舞台名で呼称されることもあるが、こちらは士団に昇格する前の舞台名にディルレバンガーの個人名が冠されていたことによる俗称であり、士団への昇格後の名称には、ディルレバンガーの名はない。この舞台の発端は、 戦争初期に形成された懲罰部隊が元となった部隊であり、そこで服役していた兵士や強制収容所からの捕虜から構成されていた。そのため、ドイツ軍の中では非常に評判が悪かった部隊の一つであり、各種の戦争犯罪に関与している。兵士の消耗が激しくなった戦争末期には正規兵の比率も増大しているが、戦争中を通じて、 タイパルチザ任務に参加しており、その戦火より戦争犯罪で有名である。名称は師団であるものの、舞台規模としては旅団程度であった。師団賞は交差させたガラツキ手榴弾である。オスカール・ディルレバンガー1940年3月23日、御社と引き換えに犯罪者を前線に送るというヒトラーの考えをもとに、ヒムラーの副官 SS 中将、カール・ボルフは、 新しい懲罰部隊の編成にかかった。対象となる犯罪者の範囲や年齢、その他もろもろの検討が行われた後、密猟者の射撃の腕を生かした特務部隊編成を名目として、逮捕されて服役中もしくは、未決の密猟者のうちから、罪状の軽い犯罪者を中心に部隊を編成することになった。1940年4月10日にはガイドラインが決まり、6月には、 北ベルリンから25マイル離れた町オラニエンブルクにあるザクセンハウゼン強制収容所に84人の候補者が集められビルトディープコマンドオラニエンブルクが編成され早速訓練が開始された一方それと前後してヒムラーの側近で親英隊本部の中心的人物だったゴットロープベルガー親英隊少将は旧友であるオスカール・ディルレバンガーが 武装新衛隊へ復帰できるよう尽力していた。1940年6月4日彼はヒムラーと話し合い、誕生したばかりのオラニエンブルク犯罪者部隊の指揮官にディルレバンガーを推薦した。これをヒムラーは承諾し、1940年6月24日、ディルレバンガーは一度は追放された新衛隊復帰の事例を手に入れた。着任後、 ディルレヴァンガーは、舞台名を変更し、ゾンダーコマンドドクター・ディルレヴァンガーとし、その2ヶ月後には、SS 配下となったことで、舞台名に、SS の名前が付き、SS ゾンダーコマンドドクター・ディルレヴァンガーとなった。舞台は、ポーランドへ移動し、独ソ国境沿いに構築された、防衛線、オットーラインの建築の手伝いを行い、その後、ジャオにある、ユダヤ人の労働キャンプの警備に就いた。 この頃からすでにディルレヴァンガート部隊の所属将兵たちによる地元住民への暴行が問題になっていた。そのため部隊はワルシャワ法基地圧に従事する師団兵ドイツ軍がソビエト侵攻を始めると戦線後方でのパルチザン活動が悩みの種となった。1942年3月部隊はベラルーシの中心都市ミンスク近郊に到着し、 警察連隊密手の配下でパルチザンの総統を行った。この地で部隊は各種の戦争犯罪を犯しつつもいくつかの戦果を挙げ、その結果ディルレバン側は5月24日に二級鉄十字勲章を授与された。同年7月には部隊はクリシェフ近くでパルチザン相手の陸軍との共同作戦を行った。この作戦で部隊はパルチザン1000人以上の殺害を報告しており、 一方で、ディルレバンガー本人も、この戦闘で負傷し、名誉負傷金勲章を授与されるほどの激戦であった。この頃、部隊の人員増加の要望もあり、本来の密猟者のみでなく、一般刑務所の犯罪者や占領地で重簿したウクライナ人の採用が行われた。その後も、基本的には、前線での戦闘には従事せず、主に、ポーランドやベラルーシにおけるパルチザン総統を、 任務としていた。部隊は、隊長である、ディルレバンガー自身の昇進とともに規模が拡大して、旅団になりその後も規模は拡大していった。1944年8月、ワルシャワ放棄の鎮圧に参加。旅団は、ワルシャワの旧市街を侵軍し、多くの一般市民を、性別や年齢に関係なくてあたり次第に殺害し、強姦した。同年10月、 スロバキア民衆放棄の鎮圧に参加。1945年2月に部隊は再編され、第 36SS 武装的弾兵士団へと解消された。しかし戦闘による兵の消耗が激しく、実際には旅団規模の人数しか有していなかった。そのため、救命省にちなんだディルレバンガー旅団という別名もある。1945年4月28日、 師団は赤軍に降伏したが、戦争中の諸行が災いして、隊員のほとんどが処刑された。なお、師団長のディルレバンガーは、1945年2月中旬、オーデル川付近で師団が戦闘中に負傷し、抗争されたため、自由フランス軍に降伏したが、1945年6月7日、捕虜収容所で原因不明の死を遂げている。 当初は初期目標の逮捕されて収監された罪状の軽い密漁者という条件が遵守されていたが、部隊規模の拡大によって密漁者という人材が枯渇するに及び、一般刑事犯が長母、または強制的に送り込まれるようになった。1943年にはソ連にいた本国ロシア人、民族ドイツ人が加わり、1個、大体700名のうち半数がひどい津人となった。 さらに、新英隊保安庁法部に所属する、新英隊員、軍法会議で、有罪判決を受けた、武装新英隊や国防軍の将兵が、終戦にかけては強制収容所に収容された、政治犯なども送り込まれ、文字通り犯罪者集団の様相を呈した。ワルシャワ法規における犠牲者、第 36SS 武装敵弾兵士団は、隊員の来歴ゆえか各種の犯罪行為が絶えず、 体内においても規律があってなきがごとしの無秩序状態であった。また、パルチザン相当等の戦闘任務におけるあまりの残虐さに、新衛隊の交換ですら、新衛隊の面汚しと非難したという。実際に、新衛隊法務本部は、部隊の責任者であるディレレバンガーも含めて関係者を、軍法会議で裁こうとしたが、ベルガーの干渉で頓挫している。 舞台の残虐さを示す事例として、次のようなものがある。なお、師団長のディルレバンガーは、パルチザン総統の功績により、1944年9月30日、騎士十字章が陸軍や新英隊本部の反対を押し切って授与されているが、このことは、舞台の残虐さを一層ひどくしたとも言われている。ありがとうございます。